真っ暗な森で寝転びながら星空を眺める、いやー贅沢だな。お、ヒラリーさん、そんなとこでどうしたんですか？家追い出されたんですか？違いますよ、星空を眺めてるんです。やはり都会と違ってたくさん星が見えますね。あ、流れ星。え、嘘、どこどこ？もうヒラリーさん遅いですよ。流れ星見たかったな。そういうチャンスを見逃しちゃうところがまあヒラリー。あ、流れ星。え、どこどこ？また見逃しちゃったんですか。一体どこ見てたんですか？いや、さっきは樋口さんと会話をしていた。あ、また。え、どこどこどこ？あ、あれは飛行機でした。ちょっと紛らわしいこと言わないでくださいよ。あ、どこどこどこ？お尻がかゆい。あっち行ってもらっていいですか？ Zip FM Original Podcast Woodcast。 こんにちは、ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 Zip FM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。星、やっぱたくさん見れるんですよね。はい、あのトヨタの森もね、ほんとたくさん見れるんですよ。そういうなんか星空ウォッチングみたいなのってあったりするんですか？あのね、ウッディーラー単体ではないんですけど、うんうんうん、山のところに天体望遠鏡があるような、はい、ところがあったりして、そういうところはあの夏とか冬とか星空観察会とかね、やったりして、なんかロマンチックな感じでいい雰囲気味わえると思いますよ。最高ですね。星とか見るの大好きなんですよ私。さて、今回のエピソードなんですが、やはり森林って健康にいいイメージがあるんですけども、実際に木材ってどんなパワーがあるのか伺いたいです。木はね、いろんな力があるんですよ。例えばどんなパワーがあるんですか？そうですね、以前アロマの話をしましたが、木材の匂いの成分ですね、これはストレスを軽減して、免疫細胞の働きが向上するなんて言われてるんですよ。へえ、そうなんですね。じゃあそのリラックス効果だけじゃなくって、免疫細胞までに影響があるんですね。そうですね、抗菌作用とか、あとはなんかヒノキとか杉の床が張った居室にいると、インフルエンザになりにくいとか、じゃあそういうデータとかも出てるんですよね。へえ、すごい、はい、あと睡眠にも木材はいいんです。お、睡眠ですか？これも木材の匂いとかが影響してるんですかね？そうですね、例えば寝室にどれぐらい木材が使われているのかっていうことによって、睡眠の質も変わってくるなんていう調査結果も出てます。あ、でもなんか実際その天井とか壁、あと床に木材とか使われてると結構落ち着きますよね、それこそなんか私岩盤浴とか行くの好きなんですけど、そこだと結構木の匂いがしたりとか、そうですね、して結構落ち着くんですけども、それがその睡眠に影響が出てくるんですよね、きっとね。はい、あと木材に含まれている成分には人をリラックスさせる効果もありまして、森林浴の主な成分と言われているフィトンチッドを使った実験で、血圧が下がったり脈拍が落ち着くなんて結果も出たそうです。ちなみにこのフィトンチッドっていうのは何なんですか？フィトンチッドっていうのは、植物が自分の身を守るような、外敵から身を守るときに出すような成分物質なんですよ。でそれが人間に対しては、抗菌効果だったり、リラックスできるような効果がある物質になります。なるほどね。こういうこの森林浴っていうのはちょっとなんか、あんまピンときてないんですけど、どっからが森林浴なんですか？なんかじゃキャンプしましたってなって、でちょっとなんか椅子に座って森の中でっていうのは森林浴に入るんですか？森林浴ってやっぱりちゃんとその行く時間とか、やっぱりね、その森林も午前中にそのマイナスイオンとかフィトンチッドの成分がたくさん出る。
まあ、午後でもいいんだけど、やっぱ朝のちょっと霧の立つような、うん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 、ちょっと幻想的な状態とか、まあ、そういうとこも見ながら、そのいいそのマイナスイオン、うんうんうん、森からのパワーを浴びるみたいな。へで、そういうのもあのただ森林浴っていうのじゃなくて、うん、その森林セラピーっていう、ほう、まあ、こうちゃんとその森に入る前に、うん、カウンセリングを受けてね、おこう血圧測ったり、あ結構ガチな感じ、こういうそのストレステストみたいなのをやって、うんうん、で1時間ぐらい、うん、こう森の中を散策しますよと。で森の香りを嗅いだり、うん、はたまたなんかあの実がなっている時があれば、うんうんうん、ちょっと実を食べてみたりとか、綺麗な水をちょっと飲んでみたりとか、うんうんうん、まあ、そんなようなものを1時間ぐらい過ごした後、もう一度あのカウンセリングで血圧測ったり、うん、ストレステストして健康な状態になるとか、やっぱ変わるんですか、そういう効果もあるんですよね。実際それをやったりはするんですか。僕はここの近くだと特に有名なのが、うん、中野県の、あ割と遠いですね、遠いけど、まあ、木曽山脈のとこですけど、はい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 、あの赤沢自然林っていうのがありまして、うん、そこはもう森林セラピーの、まあ、なんていうのかな、第一人者っていうのかな、うん、そんななんか有名なところが、そうそうそう、もう森林セラピー基地って言われてるところで、へーすごっ、一度行かれるといいと思いますね、うん、うわ楽しそうですね。でもそうやって散歩とかしたりするだけでもう結構健康になれたりするかもしれないんですね。まあ大切な人となんか初めてのデートでそういうとこに行ってみたりしたら、うん、ぐっと距離も近くなるかもしれないですよね。もういいことばっかですね、はい、でね、まだありますよ、あのマウスを使った実験なんですが、うん、木製の飼育箱で生活したマウスと、金属やコンクリートの飼育箱で過ごしたマウスでは、木製のマウスの方が、生存率が高いなんて結果も出ているんです。木造の部屋で住んだら長生きできるんですか。じゃあ、まあ、今日お話ししていることは必ずしもそういう結果が出るとか効果が出るっていうわけじゃありませんけど、うん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 、実際にそういう実験でこういった結果が出ているということは、木材はそういった力を秘めているということなんだと思います、うん、これってどんな木材でもいいんですか。なんかこれが特にいいとかってあったりするんですか。まあ、日本で言うと、うん、やっぱり杉とヒノキ、あ、これはもうヒノキ風呂とか、あ、ありますね、なんかすごい落ち着きますよね、うん、もうそういうのとか、うん、杉もなんか床とか壁とか張ってあるとこに、うん、まあ人が入ると、うん、あ木の香りがするっていうのがその杉の香りだったりするんですよね。なんかちょっと木材めっちゃ見直しましたね、本当にすごいですね、はい、ありがとうございます。まあ、うん、少しでもねこう健康を意識したい方はその木材のパワーをお借りするのもありだと思いますよ。ちょっと私も早くお金を貯めてマイツリーハウスを作って健康生活して送りたいですね。その時の施工はウッディーラが担当させていただきます。よろしくお願いします。樋口さん、今週もありがとうございました。ウッドキャスト、次回もお楽しみに。森は暖かい。